あんた何考えてんの？何も。嘘。ねえ、何考えてんの？お前のことだ。私の本当に？ねえ、本当に私のこと？ねえ、いつ私たち本当に？待てよ。俺はその前にしなくちゃならない仕事があるんだ。何さ。何でもいい。俺だけのことだ。何よ。何？何考えてんのよ。ああ。あんた島に何か仕事でかね。ああ、観測所の工事の。いや、解散場所。いや、探しに。探すって人がね。もし、あんた、泊まり宿決まってるのかね。いや。ああ、私の妹夫婦がやってる宿があるけれど、よかったら行かないか。町の中で不便なところじゃないよ。本当によう来たの。この桟橋は、できたと思ったら台風でおられて、この後いつ治るかわからんと。また島へは橋気がよいじゃ。いつまでたってもこの島ことうよな。そうでもない。だいぶ開けて変わったよ。おお。あんた昔島に来たことがあるのかね。ああ。ずっと昔。おお。わしは野本という船主だがね。あんたの仕事は？セールス。ミシンだ。おお、ミシンだな。大変だな、こんなところまで。ああ。あんたさっき誰か探してなさるようなことを言っとったな。そうです。知り合いかね。そうです。大竹と言います。大竹。何をしている？知らない。地付きのもんかね。わしは戦後新島から移ってきてね。それでももう15、6年になるが。ずっと前からいる男ですよ。その人を探してるんだね。そう、その男をね。それともう一人。
もう一人。野本さんか。どうしたね、物騒な格好して。管外のガキが逃げてよ。こいつら立ちの悪い野郎で歩道に殴って怪我させやんだ。何人だね。まだ3人捕まらねえ。獲物はこいつだけよ。どうしてまた逃げたんだ。この冬場に小舟出しても逃げけるもんじゃあるまい。そうよ、この島の中さ、どこへ逃げられるもんじゃねえ。こいつみてえに今に腹すかして出てくんだろうが、とにかく警察だけじゃ頼りにならねえから、みんなの手借りて早くとっ捕まえようと思ってな。そういえばあんた町の公安員してたもんな。野本さんも手貸してくれよ。ひと事じゃねえや。ちくしょう、どこへ隠れやがったのか。この忙しいのに飛んだ漁をしなくちゃなんねえよ。松井というのか。そうだよ。あんた知ってるのかね。いつ。昔にかね。そう、昔だ。ほら、食ってみろよ。よせよ。うめえぞ、ほら。やめろよ。生の怖えのかよ。やめろよ。ほら、ほら、よせよ。ほら、食ってみろって、ほら。待ってくれよ。やめろ。ふざけやがって、この野郎。バカ野郎、バカ野郎、頼む、やめてくれ。ちくしょう、やめてくれよ。頼む、やめて、やめてくれ。やめて、やめて、やめろ。あそこまで行くかね、ミシン売りに。そうよな、電気はなくともミシンは動くて。だがミシンで綺麗な着物を縫い上げても小島じゃ着ることもなかろう。あの島も変わったかね。変わるものかね。今でも風が吹きゃ千里の遠さだよ。それじゃあ昔は管会員があった。この小島にかね。こっちで手の負えなくなった連中が、あそこへ送られたようだった。さっきの男が言った、脱走したガキはどうなる。小島へ流されると違うのかね。そんなことはなかろう。小島には小学校もあるが、そんなことは聞かんな。
客を一人連れてきたで。よろしく頼むわ。部屋はあるだろうな。はい、兄さんどうも。部屋はあるが、今日ちょうど畳が人っての。もうちょっと待ってもらえんじゃろうか。いらっしゃいませ。先に風呂でも入んなさるかね。あれ黒木先生、今頃どうして。いや、急に用でこっちに来たのが、この西が吹き出して帰るに帰られん。今日はここ泊まりかね。ああ、久しぶりこの旦那と一杯行こうかと思ってな。あんたもやらんかね。おお、連れがあるのか。ああ、案内した客だが。ああ、4日ばか新島行ってきたが、管会の子が逃げたと。ああ、そうらしい。みんな鉄砲持ってえらい騒ぎだ。まったくよく騒ぎ起こすって。いっそみんな小島へ移したらいいの。冗談じゃない。そんな連人小島に来られたら困るよ。しかし以前は管会員で島抜け図った者は懲らしめにあの小島に流したそうでねえか。そんなことあったかな。あの客がそう言っとった。以前島にいたか来たかしたことがあるって。お客さん、今お風呂を見ますから、それまでどうぞこちらで。こちら小島の学校の校長をしておられる黒木先生。東京から東京から来たんでしたな。ミシンのセールスやっとると。西原です。黒木です。よう来られた。あんた以前この島におられたの。ええ、ちょっと。そうそうか。そういえば何か見たことがあるような気がするな。そうかね。いや、あんな小島におると誰でも人恋しゅうなってな。先生をしてられる。はい、小学校と中学校の校長をしております。小島に来られるようなことがあったらどうかお寄りください。そうだ、あんた誰かこの島で探してると言ったな。なんとか言ったな。大竹とか。大竹、あの小島におる大竹かね。会って顔を見なきゃわからないが、以前この島にいた人間です。大竹ならずっと以前から島におるが。聞かんねえ。どんな人だ。あんたは知らんかもな。めったに、いや本当はほとんど来んだろ。小島でも人を下げて一人で暮らしとるが、変人じゃ。変人？そうよ。変人でまたああいうのを偉人というのかもしれん。偉人？いや、一種の偉者ですな。先見の明があるっていうのか、預言者みたいな男でね。それが大したわがまま者よ。人から口を出されるのは頭から嫌いでね、村の者ともろくに付き合う。しかし仕事や商売には目が利く。誰も手を出さんことに一人手を出しては成功した。例えば椿油の値段が下がった年に、逆にどんどん苗木を植えて育てて、するとそれが2年目にはえらい値段で売れる。カヌーってものを初めて使ったのもこの男でね。みんなが不良で困っている時にカヌーでエビを釣っては儲けた。バターも作るし茶も作る。これがすべて彼独特のやり方でね、成功しても誰にも言わない。バターも。おう、小島で牛とヤギを飼ってるのはあの男だけだ。小島で牛が飼えるのかね。飼えるとも。飼えるとも。俺もそこで牛を飼っていた。どんな男かね。
字のもんじゃないな。字のもんじゃそんな知恵あってない。そうだとも。戦争の頃、東京の方から来たようだ。あんた、その男と仲が良くはないんですか。わしが？どうして？会っただけで気の滅入るような男だ。たまに言うようでもろくに口も引かん。仕事は？人を使ってんのかね。いやいやいや、一人だ。娘が一人おるが、これが本当にいろいろ仕入れに来るんだ。大竹がこの世で可愛がってるのはあの娘だけじゃろ。まったく可愛い娘だ。ああ、娘の他には猫にも情けをかけないとか。そりゃ娘とは一緒の船で来たったがんだ。この風じゃあの子も本当に足止めだ。大竹が気を乗ろっちゃろ。うん、そりゃな、さっきあんたが言っとった。いや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 、こちらのお客さんが言っとったとか。戦争中、本島の管会で手に負えない子供たちを大竹が使っとったな、牛や馬があり。そう、濃度というよりは牛や馬の代わりだった。不良とはいえ、二十歳前の子供たちをな。残忍な男でね、大竹っていうな。何しろこれ、あそこは江戸時代に有名な人殺しの流人の金次郎のいた島だ。流されてきて村の男の留守に女たちを殺し、村に火を放った。それがあんた、小島じゃ島神様と一緒くたで神様みたいに祀られているなってものだ。その大竹というのも流人かね。かもしらんよ。島に流された子供たちはどうしました。さあ、わしはまたすぐこっちに戻ったからな。その頃も先生をしてたんでしょ。ああ、まだ大王教員もな。子供たちの中で小島で死んだようなものはいませんでした。そんな噂があったが、人が殺されたとか神隠しにあったとか。いや、戦争中残ったし、多分うやむやになったな。うやむやですか。あなたはそれを確かめてはみなかったんですね。わしがかね。いなくなった、殺されたってのは小島で刺激されていた不良の一人じゃなかったのかと。いやわしは知らんよ。お客さん、お風呂へどうぞ。部屋の支度はその前にできますから。もうお食にも終わったから。うん、ひとっ風呂浴びなさいよ。船の疲れが取れる。荷物を運んどきます。どっかで見たな、あの人。以前島にいたと。この島にな。兄さん、悪いけどあの川、松の前運んどいてください。はいよ。どうかしたかね。あの客が上がったら、わしも風呂へ入っていいかな。先生よ、あんた本当にあの客に見覚えがあるのかね。そんな人が
にも思い出せん。それがね、先生。今夜船が出るの？今夜？今夜は無理だ。いくら月があってもこの西風じゃ藤前つけたとしても船からどうやって浮かい上がる。大丈夫、慣れてる。慣れてるって言ったって第一ここから船を出すことだって難儀だ。風はいつなぎる？これは大方、明日いっぱい吹くだろう。明日いっぱい。なんで急ぐ、あんな小島へ帰るのかい。恋人でも待ってんのかね。明日ないなら船を出してくれる？ああ、とにかく日和次第だ。まあ、明日来てみな。明日も無理だと思うがよ。本土行くんなら無理して船出してもいいが、行く先は小島じゃな。どこ行くんだ。どこだって勝手よ。この西風じゃ船も出め、うちじゃ親父が泣いて心配してるぜ。だから帰るんだよ。どうやってよ。いいから怖がらず乗りな。町まで送ってってやら。嫌だ。なんで、おたけのこったろくに宿地も渡しちゃいめ。泊まるあてあるのか、おい。なんな俺の地来なよ。誰が親父に似やがって強情だな。とにかく乗りな。こんなところにいても仕方あるめ。え？おい、あやちゃん、さっさと乗れよ。なんだよ、お前。この前話したこと考えてみてくれたか？悪い話じゃあるめ。俺だってこの島ばかりにいるつもりはねえ。な？いつまでも親父とあんな小島にうずもれてても仕方あるめ。いやだよ、いやだって言ったろ。誰があんたなんかと。ここどこだと思ってんだ。小島じゃねえぞ。その気ならたった今お前をどうにかしちまってもいいんだ。常木のほか誰もいねえや。僕だ。お家よ、変なことしたらどうなるか父ちゃんが言ってた。昔あんたが何をしてたかバラしてやるってね。何？そう言ってたよ、バラしてやるって。てめえの親父だって。なんだよ、父ちゃんが何だってんだよ。家行ってごらん。なんだよ。いいか、帰ったら親父によく言っとけ。今に見てろこの死に損ない目ってな。ちくしょう。やるな。社長、あの女には手間取るね。なんなら俺がどっかで待ち伏せしていて担ぎ込もうか。せえ。でもよ、いい女だ。あんな小島に置いとくことはねえや。私はあんなじゃなかったんだ。広げつくと気まで強くなりやがって。でもよ、いい女だ。お先に、いい湯だ。ああ、部屋は突き当たりの右だよ。まさか。なんだね。いや、思い出したかね。いや、まさか。まあ、頼むから帰ってくれ。帰ってくれ。いくら俺が先生でもここにかくまうわけにはいかない。帰って大竹に頭を下げて謝るんだ。な、待て様。どこ行くんだ様。あんたかわいそうに。そ
そんなこと言ったって、あいつをかくまえきれるもんじゃない。大竹は必ずあいつを見つけ出すよ。見つけたら殴り殺すわよ。だからって、だから俺にどうしろと言うんだ。あんたが生地甘い言葉かけるからよ。じゃあどうしたらいいんだ。俺には何にもできやしない。俺はこんなことに関わりたくないんだ。それなら最初から。サボは来てねえかい。いや、来やしない。先生、あんなのをかくまったって犬一匹の寝るつもりだけなんですよ。ここにはいないよ。なら勝手に探してみよう。ってないんですか。ここには来なかった。あの子が何したの。ただ逃げただけなんだよ。親方、親方、これ落ちてた。奴はやっぱり行かないで逃げるつもりだ。早く。よし、ガキの手一つじゃカヌーは動かねえな。待て。なんで。サボを捕まえてどうする気だ。どうしようと俺の勝手じゃねえか。さっき港の帰りの車の中にいたと。さてな、見たが気づかなかったな。確かにあんたを知ってるって、向こうであんたの名を言ったよ。俺の名を。ああ、あんたを昔知ってるみたいだった。ロボさん、やつが塗装持ってる確かか。ああ、俺カバンが開いたはずみに見たよ。手に取って見たよ。そいつは面白いや。面白いってあんた。俺に何の用があるんだ。ミシンのセールスだと言ってたが、黒木先生が、あの小島の校長のな、あの人も見覚えがあるようだ。ここまで思い出しかけ思い出せねえみてえだ。黒木さん、あの男を見て急にビクビクしてるの。ビクビク。まさかそのあんた、今日の不良たちの脱走とは関係あるまいな。まさか。しかし、ドスを持った人間が島へ来てもおかしいことあるめ。他に何か俺のこと言ってなかったかい。いや、それだけだ。人を探すとね。あ、もう一人、大竹という。大竹？うん、確かにそう言った。黒木さんの話じゃ、小島に変人がいるそうだな。変人じゃねえ。奴は気違いだ。その男が探してるってな、小島の大竹かい。さあ、とにかくそのうち、小島に行くような口ぶりだったが。はてな。社長、俺が立ってみようか。やつ案外なつかもわからねえ。あの観測所の入札のことで何か。ちょっと妙だな。野本さん、その客今夜山形旅館に泊まってるんだな。ああ、とにかく俺土葬を見て急に嫌な気がしてね。いや、ありがとう。奴が今も部屋にいるかどうか確かめてくれ。ええ。あ、おかみさん、これ。そんな先生、もうやめときなされ。だいぶ待っとるかな。いいって。この金は明日はまだやまんぜ。こんなゆっくりでおるのは久しぶりや。だって先生、あの小島でそんな忙しいこともありますまいなの。仕事は暇でもあんた。家に寝たきりの神さんがおってやの。奥さんまだ悪いの。まだ悪いのって、俺は一生あのままじ
中期は一生そのままか、死ぬかどっちかよ。まだ若いのにね。本当におられた頃には奥さんにも生徒がよう懐いておったに。いい人じゃ、誰にも優しゅうて。さも、みさけさん、みさけ。おっ、返すね。何すんのよ、あんた。やめなさい。そんなの。やめなさい。何すんのよ。どうする気よ。俺の勝手じゃねえか。まだ子供じゃないか。子供だって俺のもんだ。渡すなよ。あんたに渡したら殺されちゃうよ。おう、どうしてこっち来ないの？あきえ、いつまで置いとくつもりなんだ。あんたの生徒とあの子といくつ違うっていうのよ。食べたかったらまだたくさんあるわよ。俺だ。何？一歩も外へ出てね。間違いねえな。ああ、間違いねえ。部屋に閉じこもったっきりだって夜のおかみが言ってた。閉じこもったっきり。誰なんだろう一体。なんかやばいことでもあるんすか？いや。やつらと相撲ってるとなるとほっとくわけにはいかねえな。悩みに何か知らない前にこっちが先に叩きのみしてから。俺なんなら宿踏み込んでもいいすか？待てですね。俺が行く。お前突っ込んでろ。まずいか先生、あんたもここに泊まってんのかね。そうじゃ。この宿に。お前、あったか、見たのか。何を。あれが帰ってきた。サボが。サボが。小島におったサボじゃ。サブロが。
まさか。間違いないって生きとった。サボじゃわしゃ見たんだ。まさか。信じられんじゃろうがサボじゃ。死んどらんかった。生きとって。サブローが。先生、その三郎はドスを持ってるよ。ドスを飲んで俺に会いに来るって野本がそう知らせてきた。それから大竹も探しとる。大竹？何のために今頃になって。何のために？帰ってくるにはそれだけの訳があることだろうよ。そうか、生きていたのか。先生よ、ここで俺に会ったことは話せてねえぞ。わしゃまだサボーターは呼びかけておらん。それがいい。やつはあんたにも恨みがねえことはねえだろうからな。小島へ行く船はここから出るのか。そうだが、あんたも小島へ行く気かね。行っても浦人の墓のほか何にもありゃせんよ。寂しいところだ。大竹という男はあそこにいるだろう。大竹に何の。大竹に言うならここで住まんから朝に娘がある。娘？あれが綾か。あんた、あの、知っとるのか。すると、もしや、あんた。サボだ。黒木さん、あんたは昨夜気づいてた。それでも声をかけられなかったな、昔と同じように。でも今俺の名を尋ねてどうするね。あんたまた黙って見てりゃいい。あんた、これ何しに来た。町と大竹を探しとるということだが。奥さん元気か。中気で倒れたままだ。そうか、昔あの人に食わしてもらった米の飯の味は忘れん。しかしどうして。ありがとう。小島はよく見えるが、ここは寂しくて物騒だ。管科医も逃げた奴らのことは知らなかった。あんた、どうしてここ。小島が見たかったからさ。ここが本島で一番小島と近い。昔は小島からよくここを見た。投げてる日は海の上を歩いても行けそうに思えた。以前小島にいたの。いたよ。いつ頃。あんたがまだこんなに小さかった頃。私は知ってる。私の父は大竹さんかね。知ってるのか。
知ってるよ、よく。どうして小島を出たの？今本島にもいないんでしょ。そうだよ。そんなに急いで帰りたいか、あんな島へ。そんなにいいかね、小島。父さんがいる。なるほどな。島へ何しに戻ってきたの？小島へも行くの？用事がある。どんな？行けばわかる。そう。来たら私の家へも来て。父さんは変人だけど、私が助けてもらってお礼はするわ。そんなことはいいさ。あんたの親父さんには関わりないこと。でも、さっき父さんがいたら大変だったよ。殺されただろう、あいつら。親父さんは、あんたのこと可愛がってくれるかね。いつ頃の私を知ってんの？こんな頃のだ。大竹さんの白い壁の中に入れられて、いつもあの男、あの人と一緒にいたよ。私と遊んでくれた？うん、遊んだよ。さあ、もう帰った方がいい。奴らは向こうへ逃げた。今来たのちなら大丈夫。どうもありがとう。また小島で会えるわ。会えるだ。もう少しで逃がした。手応えあったと思うがよ。これで奴らのいるあたりの見当はついた。明日はこっちも山狩りだ。惜しいとこだった。足ぐらい当たったんじゃねえかな。ジープ止めたのは下の方だったかな。あ、こっちだ。どうだい、漁はできたかね。人間を狩るとは昔と違っていい身分だな。せい！三郎か、やっぱり。生きていたのか。ああ、生きてたよ。この野郎！何か用か？お前も俺に用がありそうだな。まあそんなとこに突っ立てねえで乗らねえか。久しぶりだ。どっかでゆっくり話そうじゃねえか。いいだろう、お前がそう言うんならな。
静かにしろ、鉄砲するんだ。お前ごとこの車で崖の下に飛び込んでもいいんだぜ。それを捨てろ、捨てるんだ。昔話をするにはいい場所だ。来るとき俺はお前とここで二人っきりの話をすることにしたんだ。何を話すんだ。いろいろあるさな。まず俺があの島じゃなんで死んだはずの人間になってるのか、そいつを思い出そうじゃないか。その後で俺がどうやって助かったかを話してやる。俺じゃない、あの大竹だ。そうさ、だがお前はそれをそばで見てた。奴が俺に怒って俺を殺したのは誰のせいだった。お前にとっちゃただの仲間いびりの遊びだったろうがな。俺はどこでもこうやって高いところから海を見下ろすといつも同じことを思い出すんだ。おい、誰だ。アボじゃねえか。こっちへ来い。こっちへ来んだ。違う違う、俺じゃない。松井が俺の口器。お前だって流人じゃないか。お前だってこの島でくたばるんだ。何抵抗するか。
許してくれ。何でもする。誓う。あの頃の俺は悪かった。嫌な奴だった。俺も何とかあの島を忘れようと思ってるんだよ。おお、忘れられるのか。俺は決して忘れたかねえよ。許して、この通りだ。許してくれよ。頼む。許してくれ。今の仕事の半分分けても、この通りだ。頼む、許してくれ。許してくれ。お前は黙って見てた。あの男の後ろであの仲間と楽しんで見てた。それだけじゃない。俺が逃げた時それをそそのかし後で大竹に教えたのもお前だ。俺に今何を拾って言うんだ。お前にも同じ思いをさせてやりたいだけさ。阿修羅ヶ原。阿修羅ヶ原、なんでまたあんなところへ。虫しかおらせんよ。今でもいますか。うん、虫とんねてかね。え、ある人。よかったら私の家へも来て。あ、しまいったらわしの学校へ泊まるがいい。宿直室にな。あやがんな、わしの家でもええが。先生のお客さんかね。おさよなら。私のうち山の裏側だから。あの娘は父親と二人っきりでな、小島の裏の一番偏僻なところに住んでるでの。そこへは山を越えても行けるんでしょう。それ行けるがえれい道だよ。こっから歩くとすると2時間近くはかかる。何しろあの険しい山だから。昔はこんなに小さかった。昔は竜神が島抜けしてよ、この海峡を泳いで渡ろうとして溺れて死んだ。一里と絵が強い潮があるでや。小島も変わった。変わらないのは海と。
サボーだよ。サボーが生きとった。戻ってきた、サボー。何しに、よ奥さん、以前は世話になりました。何しに、よ小島に。行かせたらいかんよ。あの子は大竹を殺したいほど憎んでんのはわかるが、行かせたらいかんよ。あんた殺させたらいかんよ。しかしわしにどうできる。わしはもうどうにもできんわい。いかんよ、行かせたらいかんよ。どうした？早いじゃないか。ああ、この小島に来ると日の出前に叩き起こされた習慣が戻ってくるよ。毎朝起きるたび本当を眺め直しても、本当は一向に近くはなっちゃいなかった。みな先生、日が昇ってくら、昔と同じ色をした人海だ。まったく妙な気がするな。20年前がつい昨日のようだよ。いや、今もまだまだ続いてるような気がするぜ。あんた、今日やっぱり足を払え。大竹のところへ行く気かね。それがどうしたね。いかんほうがいい、いかんほうが。あの男は昔とは変わったよ。昔と同じ海と日の色だよ。サボ、誰々しく呼ぶな。お前さんの知ってるサボは死んだぜ。今の俺がお前さんに何の関わりがある。それに俺が会いに行くのは大竹だけじゃない。もう一人の人間もいるんだ。もう一人、誰だ。誰でもいい。いいかね、昔のサボもお前さんには何の関わりもなかったんだ。そうじゃなかったか。お前さんはただ黙って見てりゃいいんだ。黙って、昔と同じようにな。お前さんには何にもできやしねえ。サボ、いや、あんた、あしらが原行く道は昔と変わりはねえんだろうな。サボ、サボ、
しに来たんだ。私の家へ来たんだろ。ああ、ここは芦永原だ。そうだよ。前に来たことあるの？ある。なんでこんなところへ？俺はここで牛を飼ってた。その頃ヤギも一緒に。親父さんいるかね？いるよ。あんたのこと話したよ。俺の？うん、あんたに助けてもらったと。そうか。うちへ来たんだろ。うん。うちの父さん変わってるから驚かないで。仕事残してあんだから。どうしたの？いや、今は他には誰もいないのかい？他にって？下働きの小作人のような。誰も？牛やヤギの世話は私と父ちゃんだ。無断で山を降りてきやがって。承知しねえだな。父ちゃん、昨夜言ったろ、本当で私を助けてくれた人だよ。こんにちは。娘が。私に何か用事か？ええ、土地を買いたいと思いましてね。この島に椿畑。あしゃ土地は売らん。用事がなかったら帰ってもらおうか。父ちゃん、これは昔の路人が掘ったんだ。おお、よくできてる。何をしてるの？何も売りゃしないから蹴ってくれ。大竹さん、土地の話じゃなく、あんたにちょっと尋ねたいことがあるんだがね。あんた昔戦争中のことだ、雇い人を使って仕事をしてたことがあるね。雇い人といってもほんのまだ子供たちだ。本島の管科員からここへまた島送りにされてきたな。そうかな。忘れてやしないでしょう。その中には松井というやつもいた。今本島で松井土建の社長をやってる。あの松井が？その仲間で一緒にいた西原という子供を知りませんか？西原三郎、みんなサボと呼んでた。知りませんか？覚えてませんか？知らんな。忘れたのかもしれないな。いや、私は人の名前を忘れるような男じゃない。
松井って男はいたか。忘れたんですね。この島で死んだ子ですよ。あんたに雇われてる間にね。神隠しで行方不明になったともね。それがあんたに何の関係があるんだ。兄弟ですよ。兄弟。わしは行くところがある。早く帰ってくれ。父ちゃん。気にしないで。人嫌いで父ちゃんいつもああなんだ。いや、こっちこそいきなり来て。あやさん、頼みがある。なんだい？この仏像、俺に貸してもらえないかね。明日まででいい。珍しいもんだ。写して帰りたい。それを？明日必ず返す。俺は黒木さんとこの小学校に泊まってる。頼むよ。いいわ、私取りに行くわ。いや、俺が持ってくる。もう一度親父さんと話したいし。いいんだね。
って、あんたと墓場の上の林で行き違いになった。俺に何か用かい？あんた父ちゃんに何をしに行く？何も。嘘だ、黒木先生が言った。あいつが何て？あんた父ちゃんに何か敵をするんだろう。昨日のあれから父ちゃん様子が変だ。そうかい。父ちゃんに何をしに行く？あや、お前は覚えていまいな。20年前この島にいた流人の三郎のことを。そのことにお前の親父が何をしたか、じかに聞いてみるがいい。何をしたっていうのさ？殺したのさ。殺した？そうだ、殴り殺し、海へ放り込んだ。嘘だ。親父に聞くがいい。親父が今頃はっきりそれを思い出してる。人殺し！来るんだ一緒に。お前にも何もかもが分かる。話の続きで来たよ。土地は売らねえって言ったじゃねえか。そうじゃない、死んだ三郎の話だ。そんな人間のことは知らねえ。忘れたとすると不思議だね。あんたに殺された雇い人だよ。あんたの持ち物だった牛やヤギ家の奴隷だった男の子だ。あんたに殺され海へ放り込まれたな。知らねえよ。知らんことはない。本人があんたを見て覚えてる。本人が？そうさ、サブローだよ。おやじさん、よく見ないか。俺がサブローだよ。まさか。まさかと言ったな。まったくまさかだ。そうだ、俺はサブローだ。お前さんに殺され海へ放り込まれて死んだのが俺だ。それがどうして死んだ人間が口を聞くわけがない。死人が生き返るわけがねえんだ。としたら俺は殺しちゃいねえ。潮に乗り流されてるのを三宅島の漁師に拾い上げられた。よく見な、俺は三郎だよ。三郎なんて知らねえ。俺はサボーだよ。サボー？変わったろう。お前さんも変わった。しかし変わりゃしねえこともあった。そりゃな、もう一度生きてお前さんに会いたいという俺のたった一つの願いだ。その願いのために今まで死に物狂いで生きてきたんだ。ここで死にかけた時もその願いのために持ちこたえて生きてきた。俺にどうしようとしたんだ。あいちゃん、お前を育てたのは鬼だよ。何をしようと言うんだ。父ちゃん。いや、その前にまだすることがある。俺は探していたもう一人の人間に会いに来たんだ。大竹、お前は毛沼だ。毛沼構造だね。何を言う。あいちゃん、これがお前も知らねえ、お前の父親の本名だ。大竹、お前は剣馬だ。違う、違う、話を分かりやすくしてやろう。そのために昨日借りた仏像からお前の指紋を取った。それとが全く重なったよ。この世に全く同じ指紋が二つとねえことは誰よりもお前がよく知ってる。よくもこの指紋カードが残ってたもんだ。またよく俺もこいつを手に入れたもんだよ。
苦労した。ある人間から毛沼がお前だったということを聞かされ、俺は死に物狂いでこの証拠を探した。俺を殺した大竹が俺の父親、母親、兄貴までも切り殺した特務の憲兵毛沼総長だっていうことの証拠だ。俺の父親の名は西原源一郎。西原源一郎。そうだよ。お前がお国のために切り殺した当時のアナーキストだ。あの時踏み込んで家族ごと殺したな。書斎で血みどろになって生きたりた親父の顔と俺とどっか似通ったところがあるかね。その時の軍と政府はお前の殺人を世間に知られるためにお前を生きながらに隠し葬ろうとしてここへ流した。俺は孤児になって世間へ放り出された。そんな子供が一人でどうやって生きていけるというのかね。いつの間にか俺は不良少年になって管会員という管会員を渡り歩いて行き着いたのがあの島だ。そうさ、俺は何度となく島の気を図った。お前が目と鼻のこの小島にいたとは知らずにな。なんとも随分長い間かかって俺たちはまたこうやってやっと巡り合えたというわけだ。よく生きていてくれたよ研磨さん。いや、大竹さん、礼を言うぜ。まったく俺の今までの人生はお前さんを除いてはありえなかったよ。愚人の気持ちだ。やめて。わからねえな。お前にも俺の気持ちがわかるかよ。いくらそうやって指の皮を削いでも指紋は消えやしねえぜ。どけよ。さあ、どけよ。父ちゃんやんなら私からやんな。殺してやる、殺してやる。やめろ、わや。あんただってその時もっと大きかったら兄さんと同じように殺されても殺されても父さんを守ったでしょう。どけよ。殺しはしねえ。大竹、剣馬、指を詰めろ。その指紋のある指を詰めるんだ。詰めるんだ。その親指を一本、それでいい。詰めるんだ。